どうもー。はい、現在2月24日6時54分になります。はい、ついにですね、あと2時間後ぐらいには公開できるんじゃないかなと思います。準備しますので、あと2時間後ぐらいですね、21時には、公開できると思います。はい、まあ LINE アットの方でも告知しますん で、今回のテーマはですね、開いたトランクの中を大公開と。今回ですね、トランクが開かなければこの映像っていうのはなかったんですね。はい、トランクの中をついに公開したいと思います。はい、まあ、トランクの中にあった、まあ、隠された謎、カメラですね、カメラに収録された謎の映像ですね。はい、こちら大公開します。で、今回ですね、まあ、セールスレター見ていただければ分かりますけれども、今回このトランクの秘密言いましょう。吉谷いつも動画投げよと。はい、今回ですね、30万円ボックス、月収30万円ボックス、お値段なんと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 、月収30万円ボックス、なんとお値段、いきましょう、999円、999、はい、999円のこれですよ。これだから買えるでしょ。これ吉田さん、お金がなくて999円ないです。働いてください。これ買えるでしょ。これどうすか。これね、僕999って好きなんですけど、これね、999、まあ都市伝説僕好きですし、999、隠された秘密、秘密、トランクの中大公開、秘密大公開ですからね。トランクの中の秘密、ちょっと長いです。トランクの中の秘密、秘密にしましょうか。秘密を大公開。この999円、なんと逆逆にすると666。はい、この666を足すと、18という数字が浮かんでくるんですね。はい、2018年意味深な年になっております。はい、999。いや、これね、意味深な数字なんですよ、999って。知ってました？はい、まあその意味深な思いも込めまして、そしてこの開かずの開かれない、はい、こちら開いちゃうとどうなるかっていうと、はい、出てきますね、砦が。こちらも砦が出てくる。砦が出てきますね。はい、でね、砦が出てくるじゃないですか。で、これね、これハッシュタグ、これハッシュタグってどういう意味ですか。ハッシュタグっていうのはどういう意味ですか。リーチするんですよね、リーチ。まあ、インスタグラムとかハッシュタグとかあるんですけど、そのハッシュタグをつけることによってつながる、リーチする、届ける、まあいろんなことができるんですけど、いろいろ秘密が隠されてますね。まあ都市伝説の話してもしょうがないんで、この辺にしときましょう。でね、今回999円で3日間限定で販売させていただきますけど、もちろん、まあ、ちょっとお安いので、こちらお安いですから、お安すぎるので、アップセルがあります。月収100万円ボックス、はい、月収100万円ボックスと、1億円ボックス、1億円ボックス、はい、こちらを買うとですね、こちらをお申し込みするとこっち出てきて、これをお申し込みするとこっち出てきます。はい、まあこれは別にどっちでもいいですよ、買っても買わなくても、はい、どちらでもいいです。いや、吉谷さん、僕1億目指したいんですっていう場合は、これもいいです。これも月収100万目指したい場合はこれもいいです。はい、まあ申し込みしないと出てこないですからね。はい、で今回ですね、まあそのトランクの、まあ、前回の動画で、まあ、月収、そう、今日ね、ライブ、まさきさんとだいぶライブやってたんですけど、はい、もう4発ぐらい今日ね、ライブやってたんですけど、いろんなとこ行ってきました。で、そのライブやってた時に、吉田さん見ましたと、動画見ましたと、月収500万すごいっすねみたいな、は
はい、月収500万、はい、まあサイトアフィリエイトやったらあやさんっていう、まあ、僕の塾生さんなんですけど、あやさんがなんかまた動画送ってきて吉永さんみたいな、買いますよみたいな、はい、あやさんね、月収500万のうち990件やからね、まあ、買いますよということで動画送ってきたんですね。そうで、あ、そのあやさんはドリームアカデミアにその自分がどうやってサイトを構築しているのかっていうのを講義提供このしていただくという、あの証言部位、これ永久保存版にするために次の部位に残しますよ。納品するって言い、もうあやさんが言ったんで納品しなかったら嘘つきですからね納品していただけるみたいなんで、まあ、サイトアフィリエイトとかね、そのどうやってやってるのかっていうのはドリームアカデミアの塾生さん、これ楽しみにしていただきください。はい、でまあそのあやさんが、まあ、言ってたんですけど、今回その、まあ、値段安いです。でカメラ転売の話なんですけれども、カメラ転売に興味ないよ、だけどそのセミナーの話し方とかトークにちょっと興味あるよっていう場合もこの値段なんで、あとはさらに今回特典映像が、2つついてます。これ実はセールスレターに書いてあるんですけど、特典映像がついてます。2つ、特典3つついてるんですけど、特典3つが何かっていうと、スペシャル特典その1がプチコンサルですね、コザコくんのプチコンサルがついてます。コザコくんのプチコンサル、こちらがついております。だからこれで利益確定できます。はい、でその2、だってもう3年以上カメラ転売やってるんで、何の商品仕入れればいいですか、こういう感じで出品してみたんですけどどうですか。はい、自分で考えなくても小坂くん3年以上やってるんで、あと仕入れとかもね同行できますから、一緒に仕入れとかも同行できるんで、まあ絶対利益で出ますね、これついてるから。でその2がですね、この前1月に5円セミナーっていうやったんですね。5円がありますようにっていう5円セミナー、はい、5円セミナーっていうのをやりました、東京で。まあ1月、皆様とご縁がありますようにということで5円セミナーっていうのをやったんですね。でここで実は特別ゲストがいます。特別ゲスト、ここでもチョコさんっていう人ね、チョコさん、はい、このチョコさんね、このチョコさんの話もちょっと顔出しができないんですけど、音声入っております、収録しております、音声で。普段じゃ多分聞けないような話をチョコさん話してくれてます。はい、で今度ですね、3月10日このチョコさんと、ケンちゃんっていうことを僕とで、3月10日大阪でセミナーやることになりまして、まあまたそれはこの販売が終わったらまたご案内していきますけど、このやります。この特典でこの5円セミナーの映像もついております。でさらに今回その3で、500回記念ライブ映像っていうのついてます。500回記念セミナー、これ500回記念って何かっていうと、僕毎日どうでしょうっていうライブをやってます。で今現行で多分もう1300回ぐらい行ってるんですけど、今ライブがちょっと見てみますね。昨日の放送で1374回ですね。昨日の放送で1374回です。はい、1374回ですね、昨日の放送で。でこの500回やった時に、500回突破したっていうことで記念のセミナーを大阪でやったんですね。でその500回のセミナーの映像の中には、実はこの今回のメインの小雑魚くんですね、小雑魚くんがお客さんとして参加してるんですよ。でそのセミナー映像の中に小雑魚くんとのやり取りが収録されてます。だこのセミナー映像かなりプレミアというか、かなり貴重な映像になるんですけど、小雑魚くんが全く初心者ではないです。その時セミナーに参加した時がカメラ転売で15万ぐらい稼いでたんですね。でその話のやり取りっていうのはセミナー中出てます。で小雑魚くんは
そのセミナーがきっかけで、まあ、そのセミナー映像を見ていただければ分かりますけど、そのセミナー映像がきっかけで人生初めてコンサルっていう、ね、商品をこう売ることに成功したんですね。だから小坂君がその自分の自身のカメラ転売をこうコンサルして指導するっていう、なんだ、初めてのこのこう売った、じゃあ それどうやってやったのっていうのを実はセミナーで全部言ってます。小坂君、まあ、それ映像見ていただければ分かるんですけど、まあ、そこの500回記念セミナーで小坂君っていうことが、まあ、お客さんですよ、参加して、まあ、その小坂君の当時の貴重な映像というかね、話が入ってます、はい、でここの500回記念セミナーの映像もめちゃくちゃいいんで、あのこれ全部セットプラス本商品っていうのはその小坂君とやった大阪のセミナーですね。だからこれプラス大阪のセミナー、小坂君と一緒にタイアップした大阪のセミナーっていうのが、だからまあ映像的には3つ、そしてまあコンサルがついてますんで、はい、だからこれも利用してもらえば絶対稼げるんで、でしかもそのセミナー、この今回このプチコンサルっていうのは本当はその特典つける予定はなかったんですね。でこれセミナー映像を見ていただければ分かるんですけど、セミナー参加者限定でっていう話で、そのセミナー参加者の方は、まあ、小坂君とこのやり取りできるよっていう話をもうセミナー映像を見ていただければ分かりますけど言ってます。で今回小坂君にちょっと僕がオファーして、今回セミナー映像販売するから、そのセミナー映像を買ってくれた人もその大阪セミナーに参加できなかった、参加した人につけた特典を映像を買ってくれた人にもつけてもいいって言ったらOK ですといただきましたので、セミナー参加できなかったっていう人も今回の映像を購入すると、まあ、その参加者と同じ特典を受けられます。これはすごい特典ですよ。だって絶対稼げますからね、はい、その絶対稼げる理由もそのセミナー映像で言ってます。もう一度言いますね、絶対稼げる理由もそのセミナー映像を見ていただければ分かります。もう一度言いますね、これ重要なんで、僕が絶対に稼げるって今断言してますけど、なぜその稼げるのかっていうのはそのセミナー映像を見ていただければ分かります。なので一回その大阪でやった小坂君とタイアップしたセミナー映像を見てもらってからこれを利用してください。そうするとどういうふうにこれを活用すれば絶対稼げるのかっていうのが分かりますから、 OK ですかね。だからそのセミナー映像、本編のセミナー映像を見てもらってこれ利用していただければ絶対に稼げます。OK ですかね、絶対です。でそのなんで絶対って僕が言い切れるのかっていうと、映像を見れば分かります。勉強すればね、それを見ていただければ、はい、ということです、はい、ではですね、まあ、今回その3日間限定ですけど999円でこれらの特典プラスまだあります。まだ出ちゃうんです。まだ出ますよ。こんなもんで終わりませんよ。こんなもんで今回本当に月収30万を達成していただきたいんですね。で月収30万達成してもらって僕のドリアが入ってほしいんですよ結論、ね、だってあやさんの月収500万とか稼いでる人のノウハウ入ってくるんですよ。またすごくないですか。ドリアが僕本当に日本一になるなっていう、まあ僕頑張りますけどね、はい、だからドリアがもうお金がなくて入れませんっていう場合はこれで稼いでいただいてドリアが入っていただければいいんじゃないかなと思います。もっといろんな人のノウハウがこう入ってきますんで、そのあやさんのノウハウも入りますからね。であやさんのノウハウもサイトアフリエイトなんで顔出し本名なしです。自宅にいながら、であとはそのブログの記事とか書けない人も外注化どうやってするのか、仕組みどうやって作るのか分かればそれを学んで外注化すれば自分がやらなくても月収100万200万っていうのはねいけるわけですよ。あやさんそれどうやってるのかっていうのをドリアカの講義入りますから。であとは今回その999円にした理由ですね。なんでこの金額にしたのかっていうと、カメラ転売の場合はやっぱ仕入れが必要なわけですよ。仕入れで仕入れにお金かかりますよね。お金がだから僕が例えばこれ2万とか3万で売ったらでしょ、2万とか3万で売ったらね、仕入れするお金がなくなっちゃいますよね。でもこう999円だったら仕入れする資金、まだ余剰資金パン、まあ、ちょっとあると思いますんで、であと、まあこれはセールスレターでも書いてるんですけど、小坂君が一番最初全く初心者の状態から、カメラ転売を始めて一番最初に仕入れた資金9000円です。で9000円で仕入れた商品が確か1万9000円か1万7000円ぐらいかな、ちょっとすいません、
まあ、見ていただくと分かります。まあ、あと対談動画も撮ってるんで対談動画も見てください。まあこれ利益出てると、はい、だから本当ね、あのお金稼ぎたいんだったら今回本当にこれ買ってあの稼いでください、はい、カメラの知識がありません。 OK です。小雑魚くんもカメラの知識全くないんで、全くって言ったら語弊があるかもしれないですけど、そのなんかフォーカスなんとかフォーカスとかなんとか F 値わかんないけど、なんかそういう専門的なやつは全く知らないんですよ。なぜならば商品を売るときに小雑魚くんが 今もやってることっていうのはコピペなんですよ。商品の説明欄コピペなんですね。コピペしてるんで知識必要ないわけですよ。でそれもセミナー映像で全部言ってます。小雑魚くんがどういうふうにやってるのかっていうのもセミナー映像で言ってるんで、一回そのセミナー映像見てもらってから小雑魚くん の, そのプチコンサル受けてもらえれば絶対大丈夫です。利益出ます。利益絶対出ますね。 OK ですかね。はい、だからまあその仕入れ資金に回してください。でもちろんアップセルもありますよ。月収100万円ボックス、1億円ボックスっていうアップセルもありますけど、別に買う必要はないです。興味があれば買ってください。ただめちゃめちゃお得です。お得ですよ。めちゃくちゃお得です。吉谷さんやっぱりお値段以上吉谷だなみたいな。だそれは買うかもないは自由ですよ、うん、であと昔に販売してた映像でもあるので、すでに購入したことがあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、あの購入したことがある人は、買わないでくださいね、はい、勢いで買うっていう勢いで買っちゃう人もいてるんで、はい、あの後でそのなんかあの、ま、なんか実は買ったことありましたみたいな、またその返金とかこれめんどくさいので、ちゃんと見てください。商品内容ちゃんと見ていただいて、これ買ったことねえぞ見たことないぞっていう場合はあの今回のやつはまあいいと思います。本当になぜいいのかについてはまあ言ってますんで、そこでということで、まあそのあやさんからですね動画も送られてきたので、これ証拠としてこの後ちょっと動画の方、切り替えますんで、はい、あやさんも今回の商品を、まあ、買うみたいなこと言ってたんで、はい、まあどんなあやさんから動画が送られてきたのか興味ある方はちょっと見てみてください。であとは、この YouTube の下の説明欄にセールスレターのページリンクを入れときますので、この YouTube の下の、リンクを確認して、でそこから申し込みをしてください。はい、ではですねあやさんの動画興味あれば、どんな動画を送って月収500万男はどんな動画を送ってきたのか興味ある方は見てみてはいかがでしょうか。ではどうぞ。お疲れ様です。求めてない動画 Facebook で送りつける野郎です。どうすか。動画見ました。トランクのやつ動画見ましたよ。12番ここか。さすがですね、完服です。あのもらったメッセージだとかネタとかを取りこぼさないというプロ根性ですね。で僕も今日僕もじゃないか、今日これからセミナーなんですよ。セミナーでまた回収の話してきますけども、ちょっと人数が多いんですよね。35人とか40人ぐらいなんですよ。集客僕がやったんじゃないんですけども、ちょっとイケてるセミナーができるように経験をまた積んできます。あで懇親会もあるんで、多分今夜決済できないんですけども、買わせていただきます。あとなんだろうな、あとはあ、そうで今日のセミナーのやつも含めてのその、吸い上げたものなんかも含めての講義をちゃんと提供させていただきますので、約束通り予定通り納品しますのでよろしくお願いしますということで、以上です。おじいちゃん、まさきさん、まさきちゃん、こんにちは、まさきちゃんです。それだけかよ。はい、どうもあ、どうぞ、はい、なんか最後ね、あのあやさんがまさきちゃんみたいなね、なんかまさきちゃんみたいに言ってきたんで、なんかちょっと出演した方がいいかなと思って。あやさん、あやちゃん、まさきちゃんね、まさきちゃんって最後まさきちゃんって言って終わってたからね動画。あ、そうですね。そう、
なんかニヤニヤしてましたよ。ニヤニヤちょっと嬉しかったっ、まさかのまさきちゃんコールだね。そう、そう、今日まさきちゃんとね、結構いろいろとね、いろんな、いろいろ行ってきましたよ。どうでした鹿児島？いやもう美しすぎますね。美しすぎ、美しいです。美しすぎる。はい、いやもうなんか自然でやっぱいいっすね。いや、やばいでしょ。はい、うん、人工じゃないのが、うん、はい、よかったです。はい、いや、すごいですよね、あの、決裁まさきさん。まあ、鹿児島合宿のね、僕鹿児島合宿やるって言ってたんですけど、あの、初めて、あの、決裁を、鹿児島合宿の決裁をしていただいた一人目のお客さんです。で、ちょっと余談なんですけど、余談なんですけど、ネギーネギーネギ、今日ですね、今からご飯作るんですね。で、この鹿児島合宿、鹿児島合宿、あの、宿泊費無料、食費無料、移動費無料っていうオファーをしたんですよ。食費無料、ね、移動費無料、まあ移動もね、僕の車でガソリン使いますから、宿泊費無料、まあ宿泊ここで寝れますんで、宿泊費無料、移動費無料、食費無料でオファーしたんですよ。で、今日ね、夕食をね、またこれから作るんですけど、あの、一緒に買い物行ってたんですよ、買い物。そしたら吉田さんと、吉田さん、ここは決済させて、今日ここは決済しましょうかみたいな。決済したくてしょうがないですね。決済したくて、いや、まさきさんと、今回はあの、僕払うんで、食費無料なんで、次回また鹿児島合宿決済してくださいという、しっかりバックエンドのセールスをね、しときましたけど。いや、もう、でももう一回来てもいいでしょ、これね。どう？全然、全然、むしろ来たいですね。来たい、決済したい。決済したい。決済したいみたいです。決済ね。いや、でも本当にいいですからね。だから僕、あの、前、以前そのドライブコンサルっていうのをやったんですけど、ドライブコンサルも20万でやったんですよ。1日20万ですよ、これ。1日20万ぶっ飛んでるでしょ。1日20万。だけど受けた人はめっちゃ良かったですって言ってくれたんですよ。で、これなんでかっていうと、やっぱその体験なんですよ。だから、まあ、僕の映像、まあ、YouTube の映像をね、見ていただいている方は結局映像なんで生じゃないんですよ。今日なんか、あの、夏恋さんっていういつもライブ見てくれてる人が、やっぱ生いいっすねみたいな、私も生が好きみたいなね。いや、生がマジでいいんですよ。だからこのドライブコンサルに関しても、たった1日で20万だったんですけども、やっぱいろんなとこ行くんですよ。いろんなところだから、なんかその、なんかね、なんかそのオフィスでずっとなんかコンサルするよりかは、移動しながらいろんな景色見ながら車の中で喋って、だからどこで喋る方が一緒じゃないですか。例えば、まあ、今日だったら夕日ね、すげえ綺麗だったんですけど、夕日見ながら、なんか喋るとかした方がめちゃめちゃ思い出、記憶に残りません？記憶に残りません？だからこれめっちゃ大事で、みんな忘れるじゃないですか。でも、あの時にすげえ景色見たりとか、なんかその体験したことによって忘れないですよね。心に残るじゃないですか。でも勉強したこと、セミナーのこの映像を見ただけじゃ忘れませんって話じゃないですか。だから僕は本当に、あの、なんだろうな、生を体験した方がいいと思います。まあ、今回ね、セミナー映像販売しますけれども、あの、まあ、来れないっていう方もいらっしゃるので、まあ、映像で勉強していただくしかないですけれども、本当に生でその体験してほしい、体感してほしいっていうところが僕はやっぱ一番いいんじゃないかなと思います。まさきさん、どうでしょうか？いや、もう本当来た方がいいですね。いや、もうリアルにこう、なんていうんですか、本当生じゃないと伝わらないっていう。伝わんないよね、あれ、はい、あれちょっと映像じゃ無理だね。いや、無理ですね。無理だよね。本当に無理だと思います。本当に無理。いや、マジっすよ。で、今日ね、あのね、あの、ちょっと、あの、ワクワクするために峠もちょっと攻めたんですけど、吉田さん、ちょっとワクワクしますねみたいな。峠ね、峠ブーンみたいな、あれも体験でね、まあ、一応ね、死なない程度に踏んときましたけど。、ね、気を使って死なない程度にちょっと攻めときましたけど、だ、そういうのも非日常というか、体験しないとやっぱ分かんないんですよね。だから本当になんか人生変えたいとか、なんか、うん、自分のなんかそのターニングポイントを作りたいっていう場合は、やっぱ生で体験する。で、あとは、まあ、これ下ネタになりますけど、僕たちっていうのは生から生まれてるんですよ。もう一度言いますね。僕たちっていうのは生から生まれてるんですよ。生から。
ゴム付きだと生まれてないですからね。生だったからこそ生まれてるわけですよ。だから生が全てなんです。わかります？だから僕もなんでライブを結構やるのかっていうと、生だからです。今その今もう編集しようがない、生なんです。生を届けるっていう、本物を届ける、それが一番生なんです。だからセミナーをなぜやるのかっていうと、そのなんかもうその臨場感というかね、それもお伝えできるし、いろいろな意味があります、はい、なのでまあ今回ですね、セミナー映像、買っていただいて、その後、本当に人生変えたいっていうことだったら、はい、あるじゃないですか、小雑魚くんの今回特典プチコンサル、小雑魚くんついてるんですよ、プチコンサル。これね、ぜひですね、僕は月収30万円を達成したいと、本気で月収30万円達成して、本気で月収30万円達成して会社辞めたいっていう場合はね、小雑魚くんちょっと大阪ですけれどもね、大阪近辺のお住まいの方は絶対会いに行ってください。で、遠い人も一回小雑魚くんに会いに行きましょうね。これついてるで、いや一緒に仕入れとか一緒に同伴とかしてくれるんで、月収30万円稼ぎたいっていう場合は、ね、今回の特典、小雑魚くんの特典、もちろんね、会いに行けないっていう場合は LINE のやり取りとかもできますんで、 LINE のやり取りもできます、ね、だけど LINE のやり取りじゃなくて、ぜひ小雑魚くんに会いに行ってほしいなと。小雑魚くんも最初その僕のライブを見てたわけですよ。で、ライブを見てたんですね。ずっとライブを見てて、で、マインドが徐々に変わっていったわけですよ。で、僕が、セミナーやるよって言った時に、小雑魚くんが、3年前ぐらいにそのね、参加してくれた生に直接会いに来てくれたわけですよ。で、そっから人生は彼は変わってるんですね。そっから人生変わってるんですよ。自分で商品を売ったりとか、コンサルっていう商品を初めてそのセミナーがきっかけで売って、そっから人生が大きく変わりました。本当に、ね、会いに行くっていうのは泥臭いかもしれないんですけど、めちゃくちゃ重要です。生を感じる、生を体験する、生で話す。ほとんどうまくいかない人たちっていうのは、僕もいろんなお客さん見ていますけど、全部ネットなんですよ。ネットのメールを見る、ネットの動画を見る、送られてくるセールスレターを見る、煽られる、買う、騙される。会いに行けばいいじゃないですか、その人に直接事務局に電話して会わせてくださいと、会ってちゃんと話を聞いて納得したら買いますでいいじゃないですか。それやんないですよね、みんな。で、それでネットの情報だけで判別して騙された、うんだ言ってるわけじゃないですか。だったら自分の目でしっかり足で稼いで目で見て、それで騙されたらそれは自分の目が悪いですよね。自分の目でしっかりと、自分の足でしっかりと歩いて、自分の目でしっかりと目で見てね、自分の人生をこう作っていってほしいと思いますし、だから今回ね、特典ついてますんで、ぜひ小雑魚くんに会いに行ってください、はい。本当にどうしてもね、金銭的な部分だったり日程の部分で会えないっていう場合は LINE でのコンサルっていうのもしてくれますんで、そこはご安心いただければなと思うんですけど、はい。ではですね、この YouTube の下に今回3日間限定での、999円、ありえない価格でこの月収30万円ボックスリリースしますんで、ぜひもう月収30万円達成したいっていう場合はもう今すぐ決断してください。999円を決断できないんであるならば、もう一生人生変えられないと思います。興味がなかったらいいですよ。月収30万円達成したいってことを興味ないんだったらいいんですけど、月収30万円達成して会社辞めたいと思ってるんだったら今すぐ決断してください。999円も決断できないようじゃ、今後大きい人生の決断は絶対にできないです。絶対にできないです。言い切ります。999円も決断できないんですよ。大きい人生なんて決断なんか変えられるわけないじゃないですか、そんなの。これがね、これが月収30万円ボックスが100万円ですとか200万円ですとか300万円ですだったら悩んでもしょうがないですよ。999円、小学生でも買えるじゃないですか。これが大の大人が決断できないんだったら、もう僕は諦めた方がいいと思います。はい。ということで、この YouTube の下にね、リンク載せてますので、もう3日間限定で、もうこのオファーは一生やりません。はい。もう今すぐお申し込みいただければなと思います。では終わります。ご視聴ありがとうございました。